高塚駅は静岡県浜松市南区高塚町にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA35 南区に設置されている唯一の駅である。運行形態の詳細は東海道線を参照。北口ホームから北出口を眺める新駅舎の改札口高塚駅の簡易改札ホーム、京城構前の駅舎。 高塚駅旧駅社会撮影系端式ホーム1面1線と、島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを有する地上駅。上り方面が島式である。上り本線通り、本線の間にホームのない中線があり、貨物列車の対比や浜松高塚間の回送列車の折り返し線として使用されている。3番ホーム発着列車は現在設定されていない。 互いのホームは、古戦橋で連絡している。以前は、下りホームの駅舎より西側にレバンホームがあり、国鉄区5000経過舎が留置されていた。2011度から2015年度に合計約25.5億円、周辺を含めると合計約54.6億円を、投じて、京上駅化や自由通路新設などの再整備が行われ、2015年3月1日に、 京城駅舎と南北自由通路が共用開始されることになった。駅長は配置されない駅員配置駅であり、浜松駅が当駅を管理する。自動券売機や JR 全線切符売り場、自動改札機が設置されている。なお、西浜松駅高塚駅間は、西浜松駅の構内が高塚駅直前まで伸びている関係で、東海道本線の伏線と、 西浜松駅構内の単線の三線構造となっている。静岡県東計年間によると近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅周辺は浜松市南区の中心、鈴木の本社の最寄り駅であり、北東に同社の本社が広がる。1929年に信号場からの格上げという形で開業した当時の所在地は、 浜名郡上村で1991年5月1日に上村が浜松市に編入となるまでは東海道本線では最後の村にある駅だった。ありがとうございます。